は堀江です、雨上がりに散歩に出かけました、昨日はちょうどとあるチャレンジの佳境の日だったので、それの準備をするためにスタジオにこもっていた時に動画を撮ったんですけれども、それが無事かどうかは、置いておいて、自分で今できる範囲で納得したので終えました。一旦終わりました。そしたら、意外と自分の中でプレッシャーだったのか、なんとなくほっとしたので気が楽になってます。で、先週のねアルバムリリースから、それの一連の作業を終えて、その昨日の準備のために過ごしてたんですけど、なんかそうやって、やることが続いていく方が私はいいなと思いつつ、そうしてると無意識のうちに気がざわつくというか、ちょっとやっぱり、わっもうっていう感じが出てきちゃうこともあったりするので、ダメだな、そう焦ってたんだなとか、意外とプレッシャーに感じてたんだなっていうのを、冷静にそういうのが出てきた瞬間にね受け止めつつ、そうなった時にそのまま持続させてると、そういうイライラしたりとかバーってなったのが連鎖しちゃうので、周りの人にもねあんまりいい感じじゃないかもしれないし、自分自身が後から言い過ぎたかなとかさ、あんな態度取っちゃって大丈夫だったかなみたいなので、後から自分が落ち込むから、そういうのは早く対処したいなって思うんですけど、そうなった時に、これも1年かけての収穫なんですけど、割といいマインドセットにすぐに戻ってこれるようにな感じになったのがすごい収穫だなと思いました。で、そのマインドセットにしても、最初はねいいんですよ、無理やりでも無理やりポジティブなことみたいなのを掲げていたとしても、そこになるほどみたいな感じでスーって戻ってこれたら、いいかっていうところ、そんな感じですぐにリセットできるようになったので、これは2021年の収穫かなと思います。そんなことを思ったので動画を撮ってみました。ではまた。